行き先表は、鉄道の列車やバスに掲出される行き先などを示した、板。行き先表と表記されることもあり、方向板、系統板、行き先板、行き先表示板とも言う。幕式のものについては、方向幕の項を参照されたい。列車の前面に掲示され、列車種別並びに行き先を表示する板を特に、運行標識板と称することもある。 列車愛称のみを掲示するものについては、同じく方向幕ヘッドマークを参照のこと。列車やバスなどの行き先を示すため、車体前面や側面に掲出される。日本、編集雲四4074保存車の先頭に掲げられた行き先表津軽線の行き先表めくり式、名古屋鉄道パノラマカーの横めくりのものはブック式とも呼ばれる、側面行き先表の 交換作業日本国有鉄道では列車行き先札の電報略号をサボとしていた。これはサインボードの略称と言われる。その他にも中長距離列車が機関車牽員の客車列車を中心とした時代行き先は車体側面に表示されるのが一般的だったためそれを意味するサイドボードやサービスボードの略であるという説もある。行き先表の設置方式には 差し込み式、落とし込み式、吊り下げ式の3種類があり、また、サボ防ケの設置場所も車両により、様々である。国鉄車両では、電車は、側扉横上部の差し込み式、一般軽機動車は、車体中央走下の落とし込み式、特急、急行軽機動車は、側扉横上部の差し込み式、重軽客車以前の、いわゆる急軽客車は、 車体中央倉庫の吊り下げ式が標準となっている。また、大都市近郊の電車列車は、前後面にのみ掲示する例が多かった。東京県が落とし込み式、大阪県が吊り下げ式で、それぞれ前面倉加中央に掲示していた。私鉄の一部では、上下あるいは左右が、半分ずつ分かれたものが束ねてあり、本のようにめくって切り替えられるようになったものも見られた。 方向膜を装備した車両が一般的になると方向膜非装備の車両では助手席窓内側に行き先表を吊り下げる例も多く見られるようになった。1950年代末以降に登場した特急型や急行系の電車、機動車では出入り口脇の高い位置に横から差し込む方式のものが採用された。これらは自動ドアを装備していたことから 車掌スイッチで両側のドアを一斉開放するだけで、すぐに交換作業が行え、作業員は窓を開け閉めする手間から開放され、固定式で窓の開かない車両にも対応できた。急行系の一部には、車体中央倉庫に落とし込み式を取り付けたものもあった。材質は、放浪引きの鉄板が多かったが、耐久性に優れている反面で重く、取り扱いが大変であることと、 放浪のハゲや腐食などの問題があったため、後にプラスチック製のものが主流となった。行き先表は交換に時間や人手がかかるなどの問題があるため、ビニール膜や LED などの装置に置き換わりつつある。国鉄時代の飯田線、豊橋駅では発車時刻入りの行き先表を列車最後物場面に取り付け、発車表代わりとして使われていた。 つまの行き先表は発車直前に取り外され、運行は側部の行き先印のみで行われた。壁線の行き先表西日本旅客鉄道岡山支社では1998年に行き先表を廃止したが、廃止直前のサボは交換回数を減らすため、壁線の写真のように複数の駅名と矢印を表示したものが使用されていた。また、岡山では、 赤穂線を経由する列車には、駅名や矢印を赤色にする独自の表記が、用いられた。例1、岡山三原井戸崎この表記法は、九州旅客鉄道でも見られた。例2、岡山晩州赤穂愛尾姫路、行き先表廃止後も115系電車や、キハ40.47型機動車が側面、行き先表示器を装備せず、当時岡山駅の在来線ホームには、うの、 瀬戸を発線列車が発着する11から13番乗り場を除いて発車案内表示機が設置されていなかった。韓国編集韓国鉄道公社在来線では2000年代以降も行き先表が主流となっている。韓国では日本のような種別はなく列車名によって区別されているため行き先表には、なお行き先には英語とともに漢字でも表記される。 スイス、編集ベルニナ特急の行き先表は、出発駅、中間駅、到着駅の表示で、クアポントロッシーナチラノと表記されている。詳細は、方向幕バスを参照バスにおいては、日本では幕式が主流となっているが、台湾などでは行き先標識が多い。LED 式のバスが増えている。愛称札を取り付けて走行する。 列車車両の番号を示す表示として号車札、列車種別、列車相性を示すものに種別札、相性札がある。号車札は増解決を行う多層立て列車には必要なものでもあった。東海道新幹線開業時には行き先表に相性、列車番号を記載したものがあったが、高速運転時の脱落や入れ替え作業に手間がかかるため、早い時期に廃止されている。 さらに、零系車両では使われた号車札も200系車両、100系車両以降ではシールによる表記に変わっている。また、東日本旅客鉄道の E1 系車両以降の新幹線車両では主に LED による表記がなされている。近年では種別札、相性札が方向膜で代替されている事例も見られる。JR 東日本の E653 系車両の ように、行き先や号車札も合わせて LED による表示に統合されたものもある。種別札については、1980年代より、主に4 8 5百4 8 9系電車や1 8 3百1 8 9系電車などで設置場所に、特急 LTDEXP のステッカー表記がなされ代替された事例がある。愛称札はヘッドマークと同様に、 列車愛称を記載するが、一般的にヘッドマークより小さく模造、または実使用品と同じものを記念として反復する事例もある。ありがとうございます。